まったく主任になんて説明すればいいんだよコスモスの廃棄処分が決定したなんて言えるわけないじゃないか考え事をしながら歩いていると危ないわよわっああミズラヒ委員あのなんでしょうか リリッチー主任少しいいかしらええ構いませんけど急ぎシオンに連絡を取ってもらいたいのだけれどパーソナルの連絡先わからないかしらそれはいいですけど何かあったんですかコスモスの廃棄決定したでしょそのことで彼女に相談があるのよあもちろん あなたにも一緒に来てもらいたいのだけどそっかそうですよね水垣委員が知らないわけないですよね実は僕もコスモスのことをどう伝えようか悩んでいたところで安心してちょうだいコスモスは絶対に廃棄処分にはさせないわそのための悪だくみよ